シアストック、皆さんこんにちは。今日はイギリス後編、ピカデリーサーカス駅から一日を始めていきます。おしゃれなロンドンを歩いていきますよ。そうだよね、うん。ここは高級な衣料品店が並ぶ銀座のようなおしゃれストリートですね。ここにはソーホーって書いてあるけど、ソーホーってなんかもっとギラギラしたクラブ街みたいなイメージだったんだけど、一応この辺も含まれてるってことなのかな。今日の最初の目的地は有名デパートのリバティ。テューダー様式の建築で変わってるよね。これがデパートなんだ。中にはたくさんのリバティプリントのグッズなども売っているそうです。楽しみ。腹は減っては戦はできぬということで、まず最初にカフェレストランに来ました。マミちゃんはね、アフタヌーンティーセットをオーダーしたので、こんな感じでお茶を入れております。私はレモネードを頼みました。そしてそしてエッグベネディクト、美味しそう、むっちゃうまそう。私あんま食べたことないんだけど、どんな感じなんだろう。ちゃんとお子様セットもあるんだね。そしてそしてこれがアフタヌーンティーセットだそうです。こんな感じなんだ。アフタヌーンティーって行ったことないんだよね。3段目はサンドイッチになってて結構食べ応えがありそう。いただきます。うん、サラダがなんともおしゃれな味ですわ。おしゃれな味、本当？食べ終わるまでずっとこうやってやってる。うん、途中まで、うん、半分ちょうど。おいしいって。エッグベネディクトってこんなおいしいんだね。ちょっとナーメテーターだわ。トースト界のカルボと言ってもいいのではないかという濃厚な味わい。おいしい、幸せだわ。あと一口もらったマミちゃんのスコーンがめっちゃうまかった。やばかったあれ。リバティに来たらエレベーターだけじゃなくて階段も使ってみてください。こんな雰囲気すごくない？次にやってきたのは世界最古のおもちゃ店ハムリース。うわぁ、なんか魔法のおもちゃ店みたい。ここでコタにチェスボードをプレゼント。やったよ、駄菓子屋で売ってるネリネリの風船がこんな感じでディスプレイされてますね。大事なもの売ってないんだけど欲しくなる魔法がかかっています。かわいい。そんなにあってどうするんだろうね。公園を抜けるとバッキンガム宮殿が現れます。なるほど、こんなところにあるんだね。
すごいゴージャスな装飾。門はすごいけど、なんか中は思ったより普通かな。想像してたものがものすごく大きな建物だったから。ヨーロッパってどこもかしこもライオンだらけで、ちとくどいよね。ライオンか天使。もう彫刻はだいたいそれ。こっちから行く？もうちょっとバリエーションが欲しいですわ。こっちから行こうよ。ここの噴水の周りにはね、人魚の彫刻も施されていて、結構イギリスっぽくて楽しめました。さて、最終日はセントポール大聖堂というところにやってきました。ここはね、私 あのチェコに住んでいた友達のイデクボがチケットを買ったものの閉館日で、結局イギリス滞在中に使えなかったっていうことでね、私にそのチケットを譲ってくれたんですよね。買うとね、5000円近くするんでびっくりだよね。なのでありがたく頂戴してやってきた次第です。とにかくこの教会は高さがすごいなと思いました。初日水上タクシーに乗った時も船からしっかりとこのドーム状の建物が見えました、ね、さあ中間地点でも一応展望ゾーンがあるんですけど、そこからさらに登っていくと、それこそドームの一番てっぺんの方からロンドンを見渡せるようです。なんだけどこれがなかなかきつかった。見てください、この螺旋階段。この螺旋階段にたどり着くまででも結構歩きます。僕から頑張って。もう最後の方は横幅がこれぐらいしかありません。めちゃくちゃ狭いよ。コタはめっちゃテンション上がってます。なんか探検みたいで楽しいね。ここが一番上からの景色です。すごい。私たち高層ビルにいるんじゃなくて、今回は教会にいるんですよ。なんか変な感じ。冬の曇り空の下だとあまりにも寒くて辛い場所だと思うけど、今日はあったかいし天気も良くて最高です。かなり遅めのお昼にホブソンズというフィッシュ&チップスのお店にやってきました。専門店に限るよね、せっかく食べるんだったら。そしてここでついに登場、フィッシュ&チップス。やったー、ずっと食べたかったんです。見て見てこれ、揚げ物の祭典よ。お酢なんだ。お酢かけて食べるのがうまいらしい。味変でちょっといろいろ味変しながら楽しんでみたいと思います。ふわふわ、いただきます。おいしそう。うまっ。うまいけど見た目よりヘビーな味。この衣がね、揚げたてで美味しいんだけど、なんていうのかな、結構ヘビーな衣。白身魚があっさりしている分、周りの衣のしっかり感っていうのかな、結構胃にきそう。おすすめのお酢をかけて食べるやり方。やっぱりね、イギリス料理はその後の自分での味付けを楽しむっていうのが基本みたいですね。出てきたまま食べちゃダメみたい。おお、なるほどね。油系料理とお酢が合うことを考えれば、これは納得の美味しさです。美味しい。衣もカリカリ、音が最高にいいね。
こんだけさ、海に囲まれると他に魚料理とかないの？ちょっとお魚食べよう。なんかカナちゃんの方がふわ？なんかトロンとしてるかも。油が多いのかな。そうかも。うん。本当だ。全然違う。こっちの方がなんかオイリーで濃い感じ。全然違う。こっちのどっち？カナちゃんが取ってる。でも、こっちの方が脂が。なんだろうね、うん、おたつは今一回食べただけでもう一生食べない。なぜかはないけど、うん、味物同士だ。なんだろうね、もっとうまくできた。確かに天ぷらだね。かわいいね。閉館15分前のナショナルギャラリーに来ました。ダッシュで駆け込むところじゃないのよ、ここ。ただですね、イギリスの公立美術館博物館は全館無料なので、こんな名画もタダで見れちゃう。さすがナショナルギャラリー、化け物級絵画が並びます。フェルメールなんて日本じゃめった見れないよね。ヤン・ファン・エイクのこの作品はここの美術館の顔の一つのようです。モネにクリムト、そしてゴッホまでこの名画たちを流し見してるの逆にすごくない？爆速でひまわりを見ました。絶対また来ます。もうね、最後追い払われるように美術館を後にして、これで私のイギリス旅行もおしまいです。私があんまりスコーンを今回食べれなかったので、お家で英国クリームティーを再現してくれました。そうだ、ね、スコーンにクロテッドクリームとジャムを塗って紅茶で締めるイギリス旅。シンプルそうに見えて実はイギリスの食べ物で一番好きかもしれない。はぁ、ロンドン楽しかった。またお邪魔します。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。バイバイ。ロマンチックな